はい、皆さんこんにちは、宗別里山林業の笠井です。今日は朝から雨降ってましたんでね、急遽ビデオ撮りでもしようかなと思いまして、昨年新しい刈原駅を買ったんですけれども、その顛末を、皆さんにご紹介したいなと思いまして、私はここ30年ぐらい背負い式の刈原駅を使ってるんですけれども、当初から、その当時の型番がね RM343D ってやつでしたね。今 RME3600 シリーズになってますけれども、共立やまびこジャパン株式会社っていうんですね。そして去年久しぶりにサイトを見まして、そしたらなんかロング缶とかいうのが出てるっていうようなのを、発見しましてね、すごい欲しくなったんですけれども、実はこの共立のラインナップの中で、そのロング缶があるやつが 25.4cc ですかにしかなくて、まあなんで 34cc のクラスにロング缶がないのかっていうのは理解に苦しむんですが、まあ近くの伊達林業 の会長を通じて、やまびこに聞いてみたりですね、私が直接電話してみたりいろいろ試みたんですけれども、まあいわゆる生産ロットを取れないっていうことで、そういうラインナップがないっていうような話です。さてこちらがですね、左の方が右の方がですね、これが2630、これ 25.4cc です。そしてこちらが 34cc、 3600の、まあ、本体と背負い子の部分ですね。で、まあ、どっちが大きいってよくわからないんですけれども、なんとなくこのフィンの数が多いような気がしますね。でこっちは R ついてからね、ちっちゃいのかな、まあ、ちょっとカバー取ってみないとわかんないですけれども、まあ、こんな感じですね。そして、このカタログデータによりますと、重量が 1.5 キロ違います。こっちが 7.8 キロで、こっちが操作杆付きでですけどね、乾燥重量で 9.3 キロつまり 1.5 キロ重いんですけれども、その重さっていうのはこれね、フレームがアルミと鉄だからの差が大きいんじゃないかなと。エンジン本体はなんか、まあフィンの数がちょっと違うか、あるいはこのストローク取っている部分が違うのかなっていうような気がするけども、まあそれによって 1.5 キロは違わないだろうと思うんですが、まあ多分にこっちはパイプ鉄のパイプフレームが上まで来てますし、こっちでしたらアルミのパイプフレームがここまでしか来てないし、あとはプラスチックですね、これ、そんな違いがあるんだと思います。でいろいろカタログ見ましたらですね、かなり不思議なことが多いんですけれども、と言いますのは、私三軸合成値というのを非常に重きに置いてまして、刈原駅を、まあ、チェーンソーでもそうですけど刈原駅を使い続けると、この持つ手がしびれたりするとね、霊能現象とか言って血行障害になるわけですけれども、それは昨日気を始めた方がなるわけじゃなくて、長年お酒飲み続けた人が肝臓を悪くするみたいな感じの痛み方をするんでね、ずっとやっ
っていないとわからない現象なんですけれども、それが積年の積もり積もった振動を仕事の面で経験してしまうとまずいっていうことだと思います。そして確かに肩掛け式の場合はこうやってエンジンがここにあって操作杆に直接ついてますから、エンジンの振動がこう操作杆を通じて三軸合成値っていうのはこの握るところで測定するようです。でそれはこの、アルミパイプを経由してこのエンジン本体の振動を拾い上げるということで、一般的に三軸合成値が高いんで大きいんですよね。で、振動加速度ですか。で、背負い式の場合にはフレキシブルシャフトを通して操作杆に行きますので、でエンジンを背中に背負う関係でこのフレキシブルシャフトが直接操作杆にこうやって持ちますけどね、伝わりづらい、ここで減衰されてしまうっていうことで三軸合成値が小さいんですよ。実際普段持っている操作杆に比べて知り合いのこの肩掛け式のを握ってみたらばですね、あれこんなので普段作業してんのみたいなふうに思う時もあります。まあ機械によってもだいぶ違いますけれども、いやいやってな、まあそんなでですね、まあ細かい話言っちゃうと、これ強力の3600シリーズと LT っていうのが背負い式なのかな、で UT っていうのが肩掛け式なのかな、そして、中でももう BW とかいうのが背負い式のバーハンドル仕様、バーハンドル仕様ですね。でスラッシュ20がお尻につくと20センチプラスのロング杆ということで、私このロング杆に非常に興味を持って去年ロング杆買ってみたんですけど、で実際買うにあたって私は普段14インチの355ミリの笹刈り刃を使う関係で、あれ950グラムぐらいありますんで、やっぱりエンジンのトルクがないと厳しいということで、なるべくトルクがあるやつを使いたいっていうふうな気持ちがあって、 40cc ぐらい欲しいなとは思ってたんですけれども、まあ 34cc でも 2,3 秒すれば一定回転になりますんで、だけどさすがに 25.4cc だったら無理だろうなと思いつつ、このロング缶というやつに、負けまして買ってしまいました。そして強力に聞いたところ、その操作杆の外形はともかく肉厚が違うから強度がないだとか、中のロッドが違うからダメだとか、とにかくちょっとマイナスのことを言われてしまったんですけども、本当かなって思いつつ、去年買って改造して使って全く問題なかったし、今年はそれでやってます。まあ去年いろいろメーカーにも聞いたんですけどね、この3600っていうのが、まあ、UT っていうのがグリップ背負い式で、 LT が肩掛け、じゃないわ、 UT が肩掛け式で LT が背負い式なんですけど、これですね、通常三軸合成値が LT 背負い式が 3.0、 UT 肩掛け式が 4.4 ということで、まあ穏当な線ですよね。確かにフレキシブルシャフトを介した背負い式だったらば、より振動が少ないというふうに
なところで、まあ、こんなもんだというふうに思うんですけれども、ところでこのそれだったらばね、 3600UT が2630LT、 これ西洋式ですけどなった場合に 4.4 が 2.7 に下がると、3軸が、ああこれはその通りだなと思うんですよね。3600LT が 3.0 ですから、それは 2.7 っていうのはまあまあそうかなとは思います。だけど BW/20 がこれ三軸合成値が 4.5 になってますよね。これはちょっとおかしいんじゃないかと思うんですけれども、まあなんかメーカーに聞いても大した説明されてなくて、いわゆるUT がこの U 字ハンドルのところの振動値を測ると、で BW/20 なり LT の場合だったらば ループハンドルとグリップハンドル、もしくはバーハンドルのところでの振動値、振動加速度を測ったのが三軸合成値だということなんですけど、だけど2630がなぜこんなに BW が4.5 で LT が 2.7 なのか、甚だ理解に苦しみますね。ちなみに 2730UT っていうのが 4.5 になってるんですけど、3600UT よりもコンマ1大きいんですけど、まあこれはまあいいんじゃないですかね、こんなもんで。排気量が大きい方がまあ重いことは多いですけれども、そして 25cc と 25.4 と 34cc というラインナップが強烈にありますけど、排気量が大きいから重いから大変っていうよりも、やっぱりエンジントルクのパワーバンド、より低速回転からトルクが出るっていうのを使った方のがより疲れが少ないですね、はっきり言って。そして回転域が 34cc の方が低くで済むから振動もその分少ないんです。そして同じ仕事量をこなすために回転を落として使えるっていうことから、燃費も実はいいんですね、明らかに。それは私実感してますけれども、だから多少重いのをね背中に背負ったからといって 1.5 キロぐらい、それがなんぼのもんじゃいって思いますけれども、だからまあ値段もそんなに、これ 3600UT って結構高いな、2730UT より。でこの型番の数字なんですけど、背負いも肩掛けも3600ってなってて、それが 34cc で、これなんで3400にしないのかっていうのはよくわかんないですね。これも聞いてみたんですが、ちょっとわけわかんないこと言ってましたけども、で 25.4cc の2630の背負い式と肩掛け式が2730になってます。同じ 25.4cc なんですけどね、これも不思議ですね。いろいろなんか危機開会というか、まあ魑魅魍魎とは言いませんけれどもね、なんか不思議な感じしますね。まあ肩掛けと背負い式で燃料タンクの量っていうのが、容量っていうのは随分違うのが現実です。で例えば 3600LT の場合は 1.13 リッター、これ2630LT よりも 100cc 多いんですね。 1.03 が 1.13 だから 100cc 多いと。でだからね、3600使って
笹刈り場を使った場合にあのトルクが、まあ、25.4cc よりも大きいからあの回転が、エンジンの回転数をそんなに上げないで済むので、実際問題あの3時間ぐらいかかりますね。まあ体の方が参っちゃいますけれども、燃費がいいです。そして同じ 3600LUT ですね、あの肩掛けの場合はコンマ9リッターでちょっと少ないですね。でまああの肩掛け式使う人は2枚刃使うことが多いんでね、そうするとさらにその、ピットインするまでの燃料補給するまでの、インターバル、あの作業時間が違うことが多いです。だから私はあの腰袋に、補給するための燃料を持つことはあんまりないですね。他の人のために持つことはあっても、でも他の人肩掛け式を使ってる人は大体あの2枚は使ったりもしますんで、そうすると燃料あの 500cc の1本ぐらい持って1、2本持って、まあ、私が1本分けるみたいなことを、そういったあの、要するにピットインするところがに燃料がない現場の場合ですけどね、ピットインというか休み入れるのに、ね、燃料補給するのに、そんなこんなでね、まあ、今日は、これからどういうふうに 3600LT と2630BW/20 というこれあの20センチのロング缶ですけれどもを組み合わせたかというのをあのご説明したいと思います。はい、こちらがロング缶でこちらが標準のサイズの長さですね。ちなみに長さで言えばグリップハンドルじゃなくてあれバーハンドルから140センチ、こちらが160センチちょいということで20センチの差があります。で3600にはあのロング缶のラインナップがありませんので、この操作缶を3600につけられるかつけられないって言われたんですけど、実際どうかなと思って、まずロング缶が 24.8 ぐらいですね。これが標準缶が、まあ、24.9 ぐらいで、肉厚ロッドの直径が 7.0 ぐらいですね。これも 7.0 ぐらい。そして肉厚が1.2 かな。1.2 かな。 1.2 ぐらいですね。 1.2 以上ではないですね。なんか薄いような。なので操作管のこれあの強度高強度アルミっていうふうに歌ってます。デュラルミン
官ではないですね。捜査が、西欧式の捜査官の場合はジュラルミンのラインナップがないですね。肩掛け式の場合は二枚刃を使う関係で、あれだとジュラルミンじゃないと持たないんじゃないかな。で、西欧式の場合にはフレキシブルシャフトがありますので、どうしても二枚刃ってなのは厚い草に対してかなりトルクかかります、瞬間的なトルクかかりますから、二枚刃を使って厚い草を刈ろうとするとフレキシブルシャフトが組成変形しちゃってもうパランパランになっちゃいますね。切り切れなくてね、止まった瞬間にその運動エネルギーが全てフレキシブルシャフトで発散されるから。あと互換性を考える場合はですね、この操作感の外形内肉厚、そして操作感内のロッドの直径が同じだったので、今度は手元の方、フレキシブルシャフトの長さも同じですね。で、あとこちらの切るスイッチの、カップラーですか、接続材料、それと、アクセル、スロットルワイヤーのね、ところとが同じ。それとあとこのアタッチメントですね、このこれとこちらの形状が同じでしたね。だからつくはずですね。こちらが、3600LT で、こっちが 2630BW/20 なんですけれども、で、しょいこがアルミフレームプラスプラスチックベースのしょいこ、こちらは鉄フレームのしょいこ、これ結構重量差あるとは思うんですけどもね、まあ、エンジンの重量、全体の乾燥重量が 1.5 キロ違うって先ほど言いましたが、それと多分にこれのしょいこの大きさ、サイズで重量によるところが大きいかと思います。で、これですね、なんとなく肩が痛くなったりするんで、なんとかいい方法ないかなと思ってヤフオクでしょいこを探してみたりして、まあ、ちょっと試しに買ってみました。で、しょいこれをそのままそのしょいこにつけてやってみたんですけども、一番困った問題っていうのが、しょいこって結構まあ、重い荷物を背負って歩くためのものであって、なんていうんですか、こういうふうに斜めになったりすることに対してそんなに考慮されてないんですね。沢登りなんかで使われる、岩登りとかで使われるアタックザックですか、あれでしたら腰ベルトとか胸ベルトとかあったりして、それによってずれないという、ずれを防ぐというふうな効果があるわけですけど、しょいこっていうのは基本的にそういう沢登り岩登りに使わないんでね、だから横ずれをするっていうことに対する考慮に欠けるんですね。だからしょいこをヤフオクで買ってつけてみたんですけど、結局ずれちゃってね、こっちの肩バンドがずるっとしてこっち側にずっとかかりっぱなしとか、そんなことがあったもんですから、あ、これはダメだと。そして次に考えたのはタイヤのチューブのゴムバンドでやってみました。RME3600LT よりも RME2630BW/20 の方のが設計が新しいようでね、こういうプラスチックのベースの
ただね、これ取り付けるがですね、3600をこれに乗せ替えるっていうのは難しかった、無理だったんですね。あのエンジンの部分のマウントも違うし、ここも違うしね。でも一つ取り替えられるところがあったんです。それは型バンドでした。これ3600用なんですよ。で、これが2630用なの。幅広くて肉厚で、だからまあ型に食い込みは少ないかなと思うんですけれども、これちょっと背負ってみますね。これタイヤのチューブの活用っていうのを、まあ、暫定的に考えてみたんですけれども、いいと思いますよ、割と。これの場合はね、どうするかって言いますと、こうやって、こう来て、こう来て、こう来て、こうなる。ちょっとね、大変そうに見えますけど、でも作業が楽であるならば、それはいいでしょう。で、この腰バンドが、ゴムバンドがこうに来て、そうすると肩の荷重がここで受ける部分が多くなって楽だっていうことになりますね。こんな感じですね。こんな風に、まあそういう付け方でもいいでしょうし、まあ各自にいろいろ、スチールなんかで4万円ぐらいのあのしょいこを持ってる人、私の知り合いにいますけど、しょいこっていうか、あの肩掛け式のあのハーネスですね、背負い式にもああいうのあればいいんだなと思うんだけども、これが、3600LT の、これは 2630BW/24 のちょっと幅広肉厚ので、この場合はこう来て、これ胸バンドあるからね、これ胸バンド軽くかけといて、でこれでいいんですけど、さらに考えたのはゴムで留めてやると。バンドもね、ゴムの方が便利だと思いますね。あの適度に締めてくれますんで、動きに馴染むっていうかね、こういうふうにしてしまえば、こんな、まあこういう感じになるかな。でこれが斜面になった時でも、そうそうずれない。それはゴムによるところが大きいですね。さて、今日は午前中から雨降ってきました。これで撮影終了なんですけれども、まあ今日一日雨で、これからちょっと伊達に営業にでも行っていこうかと思ってるんですけども、明日はさらに強い雨が降るようで、まあ今日のビデオ撮りしたの明日編集しようかなと思ってます。はい、送別里山林業の笠井でした。よろしくどうぞ。
8分30秒。誰ですか？今撮ってんの？撮ってますよ。あ、本当。ズームで。いやー、疲れた。お疲れ様でした。お茶とか結構濃くてね。はい。あの、往復狩りする余裕あんまりなかったね。時間は7分15秒です。あ、そう。よし。そしたら次の人。